ジュエルポッドはセガトイズが日本で発売している女子向け玩具。スマートフォンを模したタッチパネル式の電子玩具である。最初のバージョンの発売時から一貫してセガトイズとサンリオが共同開発したキャラクターであるジュエルペットのテレビアニメとタイアップしており、作中では主にコミュニケーションツールとして用いられている。毎年4月にアニメが 新シリーズへ変わるたびにジュエルポッドも高機能化された新型が登場し2015年までに6世代のバージョンが発売されている世代の異なる機種同士でも魔法文字を使用した赤外線通信が可能だが第3世代のダイヤモンドで追加されたアルファベットや記号の受信は全2世代に対応していない開発当初は3年構想を掲げていた関連商品である ジュエルミュージックポット、ジュエルパッド、ジュエルウォッチも本校で扱う。2010年11月18日に発売された第1世代のバージョン。開発当初の3年構想の第1弾。アニメの第2シリーズ、ジュエルペットテ、インクルと大アップしている。2010年春頃に企画された。もともとはセガトイズがアニメとは別に企画したおもちゃであり。 女児の憧れとしてのスマートフォンにセガとイズガワが着目した結果である。プロモーションの一環としてアニメでキャラクターが持つアイテムとして登場することになった。画面は液晶ディスプレイではなくタッチパネル上に魔法陣を模したデザインが描かれており、十字に配置された入力キーを所定の動作でスライドさせることにより魔法文字を入力して赤外線通信で 相手のジュエルポットに音声メールを送信できる。この動作は手端信号をヒントに考案された。機種は音声別にルビーとラブラの2タイプ。電源は単4型乾電池3本。ジュエルポットの開発を担当した宮崎直子は年間2から3万台売れればいいなと思っていたと言うが、最終的には第1世代の販売台数は10万台に達した。 2011年8月3日に発売された第2世代のバージョン。開発当初の3年構想の第2弾。アニメの第3シリーズ、ジュエルペットサンシャインと大アップしている。モノクロ液晶を搭載し、第1世代と同様のタッチパネル上のスライド動作により、魔法文字を入力し、音声メールを送信する機能が引き続き搭載されているほか、ミニゲームや、 占いなどの機能が追加された。発売当初、配色がノーマルとホワイトの2種類だったが、2012年3月29日にミニゲームを追加した、ジュエルポットクリスタルプラスがピンクとパープルで発売されている。電源はいずれも、全世代と同じ単4型乾電池3本。第2世代の販売台数は20万台。 2012年7月26日に発売された第3世代のバージョン。開発当初の3年構想の第3弾。アニメの第4シリーズ、ジュエルペットキラデコ。と、タイアップしている。カラー液晶を採用し、新たにカメラ機能を搭載するなど、高機能化が図られている。魔法文字の入力方法は、前2世代と同様だが、 本機種では対応する文字の種類がひらがなのみでだった。全2世代より増加し、アルファベットや記号の入力もできる。また、SD カードスロットがあり、公式サイトで配布、または市販されるアプリを SD カードに保存して読み取ることで機能を拡張できるようになった。発売当初、配色はピンクパープルブルーの3種類だったが、2013年4月5日に限定カラーとして、 パールホワイトが発売。電源は単4型乾電池4本に増えた。第3世代の販売台数は50万台以上。2013年4月25日に発売されたジュエルポットダイヤモンドの連動玩具。アニメの第5シリーズジュエルペットハッピネスと大アップしている。2013年7月26日に発売された第4世代のバージョン。 開発当初の3年構想終了後の初のシリーズ。アニメの第5シリーズ、ジュエルペットハッピネスと大アップしている。セガトイズの2013年11月22日付報道発表によると、ジュエルポットシリーズ発売から3年で、シリーズ累計販売100万台を突破した。2014年5月22日に発売された第5世代のバージョン。アニメの 第6シリーズ、レディジュエルペットと大アップしている。2014年8月7日に発売されたタブレット型の玩具、ジュエルポットの上位モデルである。アニメの第6シリーズ、レディジュエルペットと大アップしている。2015年4月30日に発売された腕時計型の玩具、日本初の JS 向けウェアラブルトイをコンセプトとする。アニメの第7シリーズ。 ジュエルペットマジカルチェンジと大アップしている。2015年8月6日に発売された第6世代のバージョン。アニメの第7シリーズ、ジュエルペットマジカルチェンジと大アップしている。2013年7月26日、ジュエルポットダイヤモンドプレミアムと同時発売。独自のアプリとして JS ポットには面白ペットが JS ポットプレミアムには イケメンが搭載される。ジュエルポットがジュエルペットの本来の想定年齢より上の層にスマートフォンを意識して買われていることを知ったセガトイズが小学校高学年をターゲットとして開発した。2017年7月20日に発売。2018年8月時点での販売台数は5万台。ディズニーキャラクターとのタイアップ商品。 マジカルポット2015年11月5日に発売。販売台数は25万台を突破した。マジカルウォッチ2015年11月19日に発売された腕時計型の玩具。マジカルパッド2016年11月10日に発売されたタブレット型の玩具。マジカルミーポット2017年10月発売。販売台数は13万台を突破した。 マジカルミーパッド2018年8月9日に発売されたタブレット型の玩具。プリンセスポット2019年6月27日発売。セガトイズとサンリオが共同開発したキャラクターであるリルリル・フェアリルのテレビアニメとタイアップした商品。フェアリルカメラ2016年4月28日に発売されたカメラ型の玩具。アニメ第一シリーズ。 リルリルフェアリル妖精のドアと大アップしている。フェアリルパッド2016年10月27日に発売されたタブレット型の玩具。アニメ第一シリーズ、リルリルフェアリル妖精のドアと大アップしている。フェアリル魔法の鏡2017年7月27日に発売された鏡型の玩具。アニメ第二シリーズ、リルリルフェアリル魔法の鏡と大アップしている。 ありがとうございます。